ます。山男チャンネルです。ブーツ、スキーのブーツを新調しまして、アトミックのレッドスターを買いました。かっこいいですよね。で、硬さがですね、130、モデルは STI というモデルになります。レース用のブーツになります。で、私のスキーのレベルは中級者から上級者の間ぐらいっていう感じに、なります。今カービングターンを練習中なんですけども、まあ、果たしてそんなレベルのね人間が130の硬さでレース用のブーツを使いこなせるのかどうなのか、まあ、実際ちょっとスキー場で試してみたいと思いますので、まあ、検討されている方がいればですね参考にしていただければと思います。それでは早速行ってみます。どんな感じか楽しみです。今日は木曽の藪原高原スキー場で、まあ、あのアトミックの新しいブーツの試運転を、ね、やっていこうと思います。すごい天気が最高で気温も高くってさっき車の温度計で10度ぐらいありました。もう全然寒くないです。雪がだいぶ溶けちゃってて、まあ、残りのシーズン、ね、どれぐらい滑れるのかが気になるところですが、まあ、今日滑るにはとりあえず快適な環境です。まあ、ひとまずこれ4人乗りなんですけど、これを乗って、まあ、そっちに見えるすごいなだらかなコースがあるんですが、そこで一回滑ってみたいと思います。はい、では新しいブーツでの記念すべき1本目滑っていきたいと思います。スケーティングするだけでもなんかエッジがよく噛むような気がします。多分気のせいですけど、ではこのコースを滑っていきますね。がすごく上がってる印象です。きっちりエッジが噛んでくれますし、あとはやっぱり力が逃げてる感じじゃなくてしっかり板伝達してる感じがあるんで、かけた荷重が板に伝わってる感じがありますね。それでまあエッジの噛みがいいような気がしています。硬さ130ですごい心配したんですけど、まあ、今のところまあ、まだ1本ですけど全然まあ、硬くてどうしようもないとかそういう感じはないですね。だいぶ、まあ、1本滑った感想ですけどすごいいいな。リフト乗車中に、ブーツの使用感の速報をしていこうと思います。でスタートしても1時間ぐらい滑ってますけど、特に足が痛くなるとか、足がすごい冷たくなるとかってことは今のところないですね。この感じだと1日滑っても大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、特に当たってる場所もないですね。まあ、今日は気温が高いのでそれもあって冷たくならないという可能性は
ありますが、はい、そんなにこう薄くて冷たいなという印象はないです。見るからにいいですよね。滑りやすそうなバーンを滑っていきます。今日は人も少なくて、ね、滑りやすそうなんで、ね、ちょっとここでまたどんな感じか確認していきます。ちょっと滑走の動画がですね、白飛びしてて撮れてなかったんです。ここからはナレーションで失礼します。あまりの気持ちよさに喋るのを忘れてました。で、滑っているのは藪原高原スキー場のどんぐりコースになります。もうほんと中級者にはもってこいの斜度で、あの快適にカービングができるコースになってます。今日はお客さんも少なくて、さらに快適になってます。でブーツの方は、かなりシャドウのある、コースではありますけど、まあ、全然エッジがずれなくって、しっかりエッジをかますことができて、カービングを、楽しめております。もう完全にあのブーツを変えたおかげだと思います。でこの辺が、ちょっと硬かったり、するところもあるんですが、全然負けないですね。やっぱブーツがタイトなんで力が板にしっかり伝わるのか、エッジがずれることなくカービングしていけます。まあ、安心して、踏んでいけますし、あの体重あの内側に倒していくこともできるので、まあ、そういう意味でも滑りやすいかなと思います。さあ間もなくリフト乗り場に到着になりますが、今度はですね、追い撮りみたいな感じの、映像をお届けしますのでお楽しみください。はい、戻ってきました。乗ります。はい、本日最後の滑走になります。追い撮りみたいな感じになってますが、自分で撮影をしております。インスタ360っていうカメラを使ってます。でちょっとカメラとね、人との距離が近いのと、おそらくカメラに歪みもあるので、まあ、ちょっとうまく滑れてるのかどうか実際のところは分からないんですが、まあ、結構切れてるんじゃないかなと思います。カービングできてる感じはしますね。ただまあ板のたわみとかが見た感じはまだ出せてないので、まあ、その辺今後課題にしてやっていきたいというふうに思っております。結構ここはなだらかなんですけど、割とこうそう失速せずに滑れてます。さあここからがちょっと急になります。まあ、スピードそのままに急斜面に入っていきます。ちょっとねバーンの表面が荒れてたりもしますけど、ブーツも片方で2キロぐらい重さもあるので、荒れたバーンでもあまり弾かれなくって安心して滑れます。で、まあ、1日履いてますけど全然足の痛みとかはないですね。私は足は細身で、フォーも低めなんですけど、まあ、そういう人には非常におすすめです。中級者でも十分130の硬さ、レースモデルでもどうかな、使いこなせているとは言わないんですけど使えるということが実証できました。